きなツイキャスをご覧の皆さん、間もなく宇宙の話をしようのお時間になります。よろしくお願いいたします。クリームさん、ありがとうございます。まもなく開始します。よろしくお願いします。宇宙の話をしよう。はい、皆さんこんばんは。本日2017年12月14日木曜日、始まりました宇宙の話をしようのお時間がやってまいりましたよ。はい。お楽しみにされてた方、お楽しみにされてた方も、そうでなく初めて見た方も、こんばんはということで、すいません。第2回ということで少し、緊張しておりますが、今日もですね、楽しく宇宙の情報をお届けしてまいりたいと思います。今週ですね、実は結構いろいろですね、なんかニュースだったり、あとお伝えすることがいろいろありますので、まあ、コーナーを踏まえてですね、まあ、ご紹介していただけ、いけたらなと思っておりますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。そしてこの番組の方はですね、私、FM ギノワンスタッフのキャンがお届けしておりますが、この宇宙の話をしようあて、797@fmギノワン.com、797@fmギノワン.com まで、メッセージも募集しております。今後ですね、まあ、回を重ねることによって、まあ、皆さんからの質問とかもお受けしたいと思いますので、ぜひ、メッセージの方も、お越しいただければと思いますので、皆さんどうかよろしくお願いいたします。はい。シュプリームさんが、あら、珍しく緊張気味のスタートということで、あ、そうですね、もう、ちょっと、今日はね、先ほどのエイビックさんの方も、お邪魔させていただいたんですけど、もうね、初めてのことなので緊張しました。それに続いてやっぱりちょっとこの番組もね、2回目ということで少々緊張気味ではありますが、先週お話ししたようにいろいろコーナーを交えて今日も紹介していきたいと思いますので、皆さんぜひね、この後もお楽しみいただけたらと思います。まあ、30分番組、あっという間ですので、はい。まずは CM を挟んで、コーナーの方から参りたいと思いますので、皆さんどうかぜひよろしくお願いします。そしてですね、今日はですね、基本的に、まあ、宇宙ってどんなものかやはりわからないといけないと思うので、太陽系のお話をですね、おさらいして、それから始めていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ということで、今日も宇宙の話をしよう。これから始まりまーす。あおみさん、こんばんは。今日もありがとうございます。今日早速コーナーから参りたいと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いします。あ、スーツジャケットということで、ジャケットです。よろしくお願いします。宇宙天気予報。
はい、このコーナーはですね、旬な天体ショーを、お知らせしようと思います。と言いますのも、本日ですね、まあ、ニュースで話題になっているので、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、本日の午後15時、16時にかけて、双子座流星群の、極大日を迎えております。ということで、今夜はですね、割と双子座流星群、だいぶいい条件で見られるそうなので、晴れてる地域の皆さん、ぜひ、夜空を見上げてほしいと思います。今ですね、おそらくオリオン座が、東の方向から、曲がってくる状態なので、その少し左側ですね。そちらの方を中心に、放射線状に、こう、バーッと流星の方が観測できますので、東の空を皆さんどうか眺めて、今日はですね、一つでも二つでも流星が見れたらラッキー、いいこと起きるかなということを皆さん、思いながら空に思いを馳せていただきたいと思います。よぎなおさんから、流星がいっぱいってことってことで、そうですね、まあ、いっぱいっていうほどではないんですけど、まあ、季節感のこの双子座流星群なので、まあ、まあ、ね、一年に三回ほど、三大流星群というものがあるんですが、その規模で見られる流星です。なので、一時間にですね、四五個とか、結構まあ、そんなもんかっても思うかもしれないですけど、流星って結構珍しい現象なんでね、こうやって確実に見れるっていうのはなかなかないので、皆さんぜひですね、空を見上げて、まあ、今日は流星見れたらラッキーぐらいの、空の天体ショーを楽しんでいただきたいと思います。ただし、沖縄地方ですね、今確認したところ結構雲があって、少し曇っていますので、もう少々2時間ほど待って、まあ、雲がね、晴れる時間帯とかに、また、その、オリオン座の、まあ、左側ということを意識しながら、空を見上げていただけたら、もしかしたら、流星が見れるかもしれませんので、皆さんどうかお楽しみにされてください。そして、シュプリームさんから、素朴な質問なんだけど、宇宙空間って寒いのかなということが、そうなんです。宇宙っていうのは非常に寒い空間です。真空空間ですので、まあ、絶対0度と言われますね。マイナス267度でしたかね。まあ、ちょっとこれ正確な数字ちょっと覚えてないんですが、はい。絶対0度という空間になりますので、宇宙は基本的に寒いです。で、暖かい場所というのは、恒星による、まあ、核融合反応で燃えている星の近くは暖かくなるんですけど、だから地球という環境は本当に宇宙の中で恵まれた場所にあるんですね。ハビタブルゾーンって言って、この生命のいる可能性のあるゾーンに、地球は本当にピシャッとはまって、まあ、生命が生まれているということです。で、東京の空は明るすぎて星が見えないんだよね、ということで、シュプリームさんそうですよね。関東地方はなかなか明るすぎるとは思いますが、でも晴れてたら流星は割と明るいので、見れる可能性があると思います。ぜひ今日は眺めていただけたらと思いますね。で、あと、よぎなおさん、後で屋上に上がって見てみよう。星に願いをということで、皆さんぜひそうですね。星に願いを込めて、ちょっと、眺めていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、ここからはですね、今日は太陽系のお話をしていきたいと思います。太陽系、英語でソーラーシステムですね。太陽系というのはですね、実は太陽を中心とした惑星などの、まあ、この、系統ですね。惑星と言いますと、水、金、地下、木、天、海と。まあ、僕たちが幼い頃は、水金地火木土天海冥と習いましたが、まあ、どういうことかというと、水星、金星、地球、火星、木星、土星、そして天王星、海王星、冥王星まで入ってましたね。ただし、冥王星は、除外されました。というのも、やはり、
小さすぎるというのと、実は冥王星を基準にするとそれと大きさが近いようなものがいっぱい見つかったんですよ。この太陽系の周りにね、こう結構5、6個ぐらいですかね、同じような星を見つけちゃって、あれ冥王星って惑星っていうほど特別な星じゃないんじゃないのっていう疑問がこの天文学業界で10年ぐらい前からね囁かれて、それでこう定義化されて、準惑星っていうものが新たにカテゴライズされて、冥王星はその中に代表的な星として入れられました。しかし、この冥王星っていうのはですね、実は2年前にニューホライズンズっていうNASA の探査機が、その冥王星の近くに飛んでいって、で、このスイングバイって言って、この本当に近い、冥王星の近いところをスーッとこう、カーブを描いてですね、重力圏内に入って、まあ、撮影をして、この冥王星と、あと衛星のカロンを、細かく分析したんですよ。するとですね、実は冥王星っていう星は、結構地学的、地質学的にですね、現在も生きた星だということが分かりました。冥王星っていうのは氷の星でして、中に水の海、マントルみたいな形で水の海があるんだろうっては予測されてたんですが、完全に小さい規模の星なので、冷え切って氷になってた、なっているだろうっていうのが今までの予測だったんですね。しかし実はこのカロンとの、まあ、衛星のカロンとのこの摩擦とかいろいろな関係でですね、摩擦というとこの周りを自転しているので重力によるこの膨張とかの収縮とかの動きがあり、そこに摩擦が生じて、実は中に熱対流が残ってたみたいなんですよ。なので、熱水噴出口みたいなね、そういう吹き出す火山みたいな活動が実はあるということが、この観測でわかり、実はまた冥王星って惑星に戻してもいいんじゃないかというお話も今できております。はい。ただまあ、準惑星っていうこのカテゴリーを新しく作ったばっかりなので、まあ、冥王星がこの復帰するかどうかっていうのはまだ全然見えない状態ではあるので、非常にね、これからの動向というのが興味深いんですが、まあ冥王星もまた特別な星として、実は最近注目されております。そして太陽系のお話を今回しようということで、実は今言った星、太陽系にある星を今、まあ、数えていったんですけど、火星と木星の間に、小惑星帯という小さな星の帯があります。それはアステロイド、まあ、小惑星帯と言うんですが、実はですね、こういったものが、冥王星よりも外側に、実はいっぱいあることが分かっておりまして、それのことをカイパーベルトと呼んでおります。そうですね。このベルト状にこう、外に円盤状に広がっている部分があります。で、その円盤状に広がっている部分を、また通り越してスーッと行くと、その、今度は太陽を中心に球状にこう、水星とかの雲のようにかかっていて、球状にこの太陽系っていうのが存在していて、これをオルトーの雲と、言っており、今はその太陽系っていうのはそこまでを見ていますね。そのようにも外側を外宇宙、要は系外ですね。なので他の天体とかにある惑星を系外惑星とかっていう言い方をしますが、実はそういういろんなものも今観測できるほど技術が上がっております。今ですね、実際まあ、系外惑星の観測も結構進んでいっぱい見つかっているんですけど、実はこのカイパーベルト内とかに、先ほど言った冥王星に、近い星、準惑星がいくつか見つかっているのと、あと、非常に大きな、第9の惑星があるんじゃないかという、今、重力のこの関係でですね、まあそういう軌道をとってる星があるっていうのを、今、発見されたばかりで、これを観測で見つけていこうっていうのが今、目標とされているところもありますね。ということで、今日は大まかに太陽系というものがどんなものか、それをちょっと皆さんに想像していただけるように、まあ、ご説明させていただきましたが、今後ですね、この太陽系についてのコーナー、ちょこちょこですね、太陽についてとか、金星についてとか、深くちょっと掘り下げた話も入れていきたいと思ってますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。ですね。
実はこの太陽系、まだまだ面白い観測がいっぱい残っておりますので、また後ほどご紹介してまいりたいと思いますが、先週ですね、シュプリームさんから、宇宙に関する曲の紹介とかもということで、こちらもですね、コーナー化してちょっとやっていきたいなと思いましたので、ぜひ宇宙に関する、曲を紹介したいと思います。はい。今日は、ではですね、まず一曲。こちらはインターステラーという映画の、ドッキングシーンで使われてた BGM ですね。非常に広大な曲なので、ぜひ聴いていただきたいと思います。広大じゃん、壮大です。シュプリームさん、やばいな、バラエティをチョイスしたコアの内容でかっこいいなということで、ありがとうございます。ちょっとマニアックすぎましたね、今日は。もう少しポップにお伝えできればまた面白かったんですけど、惑星の基準とかにも触れてみたかったんですけど、ね、なかなかちょっとこの後また面白い話があるので次に回らせていただきました。ナメさんから深いということでありがとうございます。実は惑星の基準というのが今3つ定義が作られてるんですけど、この3つの定義言うと結構んって言葉で説明するのが非常にね今大変なので、これはまた後ほど番組を重ねていく中で噛み砕いてこう説明していきたいなとは思うんですけど、基本的に大きさとか質量、そういったものが基準になってきます。ただ今後ですね、やはり地質学的にこの活動が残っている星っていうのもそういうものにピックアップされる可能性が高いので、結構この注視しながらまたお伝えしていきたいなとは思っておりますね。次はまた曲が終わりましたコーナーを挟みますのでよろしくお願いいたします。聴いていただいた曲は、ハンスジマー作曲の、インターステラードッキングシーンの曲でした。宇宙ニュース。はい、このコーナーはですね、今ニュースで話題になっている宇宙の、ニュースを取り上げて解説するという、コーナーになりますが、そうですね、先ほど使いましたこのドッキングシーンの曲、こちらをコーナーの曲にしたいと思いますので、今日はこの曲から紹介させていただきました。実はですね、
最近この宇宙のニュースで気になるものが見つかりました。実は、本日深夜、NASA から緊急発表記者会見が行われます。それはですね、ケプラー宇宙望遠鏡という宇宙望遠鏡での、観測結果に関するニュースなんですけど、まあ、シュプリームさんから今、まさか火星15号のニュースってことで、残念ながら、ケプラー宇宙望遠鏡でございます。ケプラー宇宙望遠鏡はですね、実は系外惑星を、探している、宇宙望遠鏡でして、地球の周りを回っている人工衛星と違って、こちらは太陽の周りを周回するような軌道に打ち上げられている望遠鏡です。と言いますのも、実はやはり地球の近くにあるとデブリとか、その他の干渉を受けますので、電波とかですね。まあそういったものを避けるために、わざと地球から離れたところで観測できるようにされてます。で、実はそのケプラー宇宙望遠鏡なんですが、最近ですね、Google の方の、AI を、解析に使うようになりまして、それで何かまあ、すごい発見があったと。それで、NASA が緊急で発表記者会見をするということになりました。巷ではですね、もしかして宇宙からの何らかのメッセージを解読して、まあ、要は地球人以外の文明の証拠が見つかったんじゃないかっていう噂も流れております。ただしですね、僕はそこはちょっと懐疑的に見ておりまして、どちらかというと、まあ、系外惑星、地球に似たような惑星を、また、新たに発見するとき、発見したか、もしくはこの AI の力を借りて、それが一気に、見つかったとか、そういった、発表になるんじゃないかなと予想しておりますね。はい。ただ、本日、まあ、深夜に発表ということなので、もしも本当にね、こういう、他の文明の証拠みたいなものが見つかったかもしれませんし、それはまた、間もなく数時間すれば分かることなので、皆さん楽しみにしていてください。また来週ですね、この発表がどういったものだったのか、続報をお伝えしたいと思ってますので、皆さんぜひ、よろしくお願いいたします。ということで、エンディングのお時間になりました。皆さんどうも、お楽しみいただけましたでしょうか？本日第2回目の宇宙の話をしよう。今回はですね、こういった話題が結構多かったので、まあ、コーナーを、まあ、交えてお送りしていきましたが、今後ですね、まあ、30分番組なので、今は、これぐらいの話でまとめてますけど、またまた、ね、皆さんからの質問とか、そういったものも、お聞きしながらお答えいけるような番組にしていきたいなと思ってます。で、シュプリームさんから、自分みたいに宇宙に興味がない人向けに、キャンゴスティンを作ってほしいなということで。はい。で、ヨギノさんが一般的にはスルーされるニュースかもだよね、ということで。まあ、そうですね。こういったやはりニュースっていうのはなかなか発表されて後じゃないとわかんないので、かなりスルーされてると思うんですけど、割とですね、こういう NASA の緊急発表の後は結構世間を騒がすニュース多いので、まあ、そういったものはやはりこの番組では取り上げてお伝えしていきたいなと思っております。はい。シュプリームさん。ディアゴスティーニのパクリです。あー、なるほどですね。僕が、キャンゴスティーニってことですね。かしこまりました。そういう本が作れたらまたいいですけどね。何かキットとかね、やって。でも先ほどですね、エイビックのサンチェスさんから、非常にありがたい申し出がありまして、何かこの宇宙の話をしようのマスコットキャラクターみたいなものを作ってもいいんじゃないのということだったので、ぜひじゃあお願いいたしますということで。お願いしております。そして来週はですね、サンチェスさんがゲストに来ていただけるということで、非常にワクワクしております。どういったお話になるのか、すごい楽しみですね。
ということで、来週はですね、まあ、また話の話題を作ってこようかなとも思ったんですが、ゲストさんが来られるので、今回は、何かネタをということではなく、ゲストさんと宇宙に関するお話をしながら、まあ、質問に答えて、まあ、何か宇宙に対する興味を皆さんが持っていただけるようなお話ができたらなと思っております。残り1分半ですね。また、この番組ではですね、皆さんからのメール、メッセージ、お待ちしておりますので、宇宙に関して聞きたいことがありましたら、ぜひぜひ、僕の方に、宇宙の話をしよう、CAN でキャン宛てまで、お送りください。ここで、シュプリームさんから、サンチェスさんコスプレで来るなーということで、サンチェスさん聞いてますか？コスプレで来てほしいそうですよ。シュプリームさん、オープニングの緊張が嘘のようなあっという間の30分だったね。お疲れ様でしたということで、ありがとうございます。緊張こそしておりましたが、なんとか、やりきることができました。また来週もですね、まあ、こういった形で宇宙に興味を持っていただけるようなお話をしていけたらと思います。そして皆さん今日はぜひ、双子座流星群が綺麗に見れると思いますので、はい。ぜひ、空に思いを馳せながら、見てください。そして朝まで起きれる方はですね、今夜5時ですね、早朝5時にはですね、木星と、月のですね、大接近が見れますので、また写真の撮影のチャンスでもありますので、皆さんそちらもぜひですね、ご覧いただければと思います。ということで、皆さんどうもお聞きいただきありがとうございました。では来週は第3回目の宇宙の話をしよう。サンチェスさんがゲストで来ていただきます。では、さようなら。銀の蛍さん、最後までありがとうございます。今は明るいからなということで、そうですね、まあ、それよりも今、曇っていることがちょっと怖いので、晴れてくれるといいんですけどね、サンチェスさん、帰りましたということで、またぜひぜひ、サンチェスさんにお伝えしたいと思います。では、お疲れ様でした。ありがとうございます。